どうも、安田大三角団長安田です。ベータでーす。そして、お世話になっております。AD 藤本でーす。よろしくお願いします。さあ、今日は、琵琶湖にやってまいりました。琵琶湖？はい。そして、何やら今日は自転車が、TP バイク。ガチじゃないですか。琵琶湖で、トライアスロンのレースがあるから、はい、で僕は、めちゃめちゃ苦手やねん。あ、そうなの？ TP バイクが。トライアスロンされてるじゃん。やってんねんけど、はい、いつも DH バーをつけて、ロードバイクに乗ってるから、はい、TT バイクは俺レース出たことない。これで出るんじゃ今回初。もう今回はとうとう TT バイクデビューしようと思ってんけど、はい、不安やから、はい、こんな方を呼んでます。はい、トラアスリートの山本亮介です。よろしくお願いします。北京オリンピックですか。すごいですね。北京、僕でも知ってますよ。北京はな元暴走族トライアスリートですよ。そうなんすか。元暴走族トライアスリートくっついてますよね。元暴走族トライアスリートで北京まで行ってますから。教えてもらうのちょっと怖なってきたんですか。怖いですよ。ちょっと嫌やな。優しいですから今はね。そういう人って逆に優しくなるから。そうなんですよ、はい、急に切れ出すじゃないですか。大丈夫大丈夫。切れてるとこ見たことないですから、はい、マジですか。はい、まあこのバイクなんですけど、はい、僕今日初めて乗んのこのバイクに。デザインはいつもの感じですけどね、はい、これ TT バイクですね。 TT バイク、はい、きしめみたいな。普段うどんやとしたらきしめみたいな。きしめより太いですけどね、うん、もっとエアロ効果すごいですよ、きしめより。この形状は要は空気抵抗ですね。でも横から来たらでもどうなんですか。横風には確かに多少は煽り受けるかもしれないけど、はいはい、ほぼこっちの方が空気抵抗。そんな違うもんですか。はい、どれぐらい変わるもんですか。直進推進性にたけてるんで、はい、やっぱり向かい風に対しては抜群に効果発揮する、はい、追い風より向かい風の方が効果発揮するんですね。まあ、そうですね。あとは TT バイク、はい、何でか分かりますか。大喜利始まりましたよ。TT バイク、ちょっと1日もらっていいですか。しかもそんなつもりじゃなかった。タイムトライアル。そうです、正解です。やっぱり一、うん、人で乗るのに適してる、はいはい、後ろに集団走行バンテリー入るわけじゃなくて。僕のこれシーポの刀っていうモデルなんですけど、はいはいはい、シーポさんからお借りしてるんですよ、はいはい、結構きしめんです、ね、なんか刀っぽい感じするもん、ね、これ刀っぽいやん。ここ刀っぽいですね。で、どっちがツバかは分かんないですけど、刀っぽいです。刀っぽい。こっちがツバか。どっちがツバや。いや、こっちで切る方でしょ、だから。こっちで切る方、うん、あ、こっちツバですね。うん、ツバゼリアとか言いますもんね。どっちでもええわ、もう。それは。それはどうでもええわ。ブレーキがこっちじゃないですか。はいはい、平坦では、こっち持つってことですか。コーナーとか下りはこっちを持つ。平坦ではこっち持つみたいな。上りはどうするんですか。上りはここ持つか、うん、ここ持つか人によるんじゃないですか。あ、じゃあここで上る人はあんま言います。ただ何やろ、勾配がちょっと緩めの時は、はい、TT のポジションのまま行く人もいます、はい、上れます。これでいや俺これで上れる気せえよ。気づいたらずっとここ持ってそんな気しますよね。コーナーない限りはほぼ、例えばコーナーのアイアンマンやったらもうみんなほぼ TT ポジションで行くんで、はい、こっちを持つ機会って U ターンの時ぐらいじゃないですか。逆に言うとほとんどブレーキしないってことですよね。もうしない。ちなみに今回琵琶湖のコースは、はい、コースも平坦基調なんで、だもう絶対有利ですよね。コーナー以外はもうほぼこっちで。これここに肘置くじゃないですか。とロードでこんなとこ置かないから、はい、しんどいかなと思うんですけど、まあ、そこも好みですよね。結構、はい、ガッて縮めたい人もいたらちょっと長めに取りたいという人も、はい、遠くなって深くなればなるほど、はい、股関節の柔軟性必要になってきたりとか、はあ、まあどちらにしてもより快適なポジション、はあ、その TT ポジションで要は例えばアイアンマンだったら一般人だと6時間7時間そのポジションに乗り続けるんで、はい、いかに快適なポジションを出せるかなんで、低くって遠かったらその分どん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 遠くなっていって体への負担大きくなる。そうですよね、はい、いや風の抵抗的にはなんか低くて、そういう方向だからちっちゃくなった方があるんじゃないですか。昔はそれがトレンドだったんですよ。今はもう全然真逆で、はい、高くて快適なポジションっていう、まあ、高くてっていう言い方がちょっと適正かわからないですけど、はい、いや俺が初めて TT にこう教えてもらった時はもう低くて低くてもう腰痛くなって、もう結局俺用のランは後でやめちゃって、で今回来たら結
構高いんですよ、ここは。え、何これと思ったんですけど、最近これがトレンドというか。主流ですね。で、しかも、実はこの方が空気抵抗もいいっていう。そう。ここの、ハンドルの持つとこ実は低いんですけど、はい、スペーサーでみんなガンガンに上げてるんで、実は空気抵抗も少なくて出力も出るっていう、あ、はい、まあみんな、あの辺の選手たちはね、空洞実験してちゃんとやってるんで、快適にじゃあレース出れますね、いい時代が来たんじゃないですか。いい時代来たわ。いい時代が来ましたよ。そう、絶対 TT バイクの方が平坦コースやったら絶対に威力発揮するんで、はい、ああ、じゃあもう今回はもう TT に行く、絶対快適にかつ早く早く、はい、じゃあ教えてください。よろしくお願いします。お願いします。えいえい、ああ、もう脳が汚れててもよう分からへんから、はい、走って実際に教えてもらおう。百聞は一見にしかず。走りながらね。お願いします。お願いします。後ろから見て。いろいろ修正していこう。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。これでもみんなで走った時ちょっとあれですね。TT ポジション取ると怖いですね。そうですね、はい、ちょっと間開けた方がいいかもしれないです。間開けた方がいいっすよね。はい、あ、まあ、慣れるまでちょっとあれやな、不安感あるな。でも思ってた見た目以上にそんなにこのきついポジションではない、正直。早い。やっぱり速度乗り始めたら早いですね。早いですよ、 TT バイクって。これぐらいの直線で、今ちょっとややね、それで風があるんで。あ、そうですね。はい。わあ、山本さんのこの後ろ姿、ファイアスリートやな。すごい綺麗な姿勢。あ、すごい見通しもいいし、すっごい直線。路面も綺麗から、これ TT で走ったら気持ちいいな、これ。で、左が琵琶湖。綺麗な。今、だいたい時速31、2キロ出てるんですけど、このぐらいの速度維持するのめちゃくちゃ楽っすよ。一遍乗っちゃえば、これ、ほんま、なんでこんなんで維持できるんやろっていうぐらい、速度楽に維持できますわ。すごっ。サドルも割と、しんどくないし。ポジション的にはそんなきつくないな。うん。ほら、手元で変速できるのまたありがたい。停止止まります。ちょっと後ろつけます。あ、気づけば結構重たいギアで踏んでるな。いや、楽は楽でした。うん、以前 TT バイク乗った時と比べては、数年前に乗った時の TT バイクはもう体をちっちゃくみたいなイメージで、腰も痛いし、速さよりももう辛さが勝っちゃって、はい、今日は比較的楽にここまで来れました。そうですね。まあ後ろから見ててもかなりリラックスできてたんで、はい、ちゃんとこう面積もちっちゃくなってたし、後ろから見ても。はい、結構しっくりきてるなーっていうイメージあったんですけど、多少の上りとか、はいはい、ちょっと向かい風きつくなった時にどうしても力感が出ると、はい、ちょっとこの、なんですか、縦踏みっていうんですか、はい、いわゆる。これがちょっと男女の場合は強いんで、はい、足だけでこうグッ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 って、で、上半身こう力んで、はい、筋トレみたいなんじゃなくて、はい、できれば体幹、ここが中心支点になって、はい、手足が動くような感じになっていくと、はい、より長い距離が快適に乗れるかな、みたいな。ここって、はい、まあ、ここだけですけど、はい、ここに置くのと、はい、この肘のこのギリギリで置くのと、そうそうそう、だから、あのね、シチュエーションによって、はい、ただ上り、うん、平坦でも、はい、追い風、はい、向かい風、はい、それによってやっぱりお尻の位置もちょっと前後するじゃないですか。はいはいはい、それによってやっぱり、あの、バー持つところもちょっと変わってきたりとかするんですよね。自分の都合のいいとこで、そう、そう。その時々で。そうです、そうです。だから常にここを持ってお尻だけ変えるんじゃなくて、やっぱ持つところもちょっとうまくスライドさせたりとか、はい、まあリラックスしてる時やったらこういう感じになって、はい、で、あんまり良くないですけど、やっぱグッと握って、もう二の腕に力入れて、はい、これもやっぱ筋トレになってしまうんで、あ、別にどれが絶対正解はないんですよ、はい。シチュエーションでうまく変えていく。うん、で、できるだけリラックス快適を
ポジションを探っていくっていうのは大事ですね。はい、これ幅とかっていうのはどうなんですか？幅も、これも好みですね、やっぱり。めちゃくちゃ幅広い選手もいれば、はい、もうすんごい狭くて、もう空気抵抗のことだけ考えて狭くする選手もいるし、そこも何を自分が一番重要視するか。うん、広くすると、その安定感出るし、まあ、そうですね、狭くするとスピードは出るけど、操作性にはちょっと不安定にはなる。ほんまにポジション決まっちゃえば、はい、TT の方が楽なのか。めちゃくちゃ楽です。ロードより楽なんですか？いや、めちゃくちゃ楽です。ですよね。なんかそんな気したんですよ。はい、だからもう一人で例えば100キロ乗りに行くとき、アベレージ下手したら5キロぐらい変わるかもしれない。TT の方が早い。TT の方が早い。これ幅広げれるんですか、もちろん。この穴があるじゃないですか。はい、一番外につけることができるんで、広げることはできます。こう乗りながら微調整してってっていう見つけるんでしょうね。うこれ面白い。面白い。世界やね。面白いです。あの DH 番持つ位置、これをちょっと変えるだけでもすごい自分にフィットしてくる。ここ持たなあかんと思って先は持ってたんですけど、それよりちょっと手前、ちょっと腰が浮いて楽になりましたね。この辺もね、乗りながらいろいろ実験していくんでしょうね。一見しんどそうなポジションなんやけどな。ちょっとお尻の座る位置でもだいぶ変わるな。ちょっとこうかな。で、こうかな。あ、こうかな。で、元にブレーキがない分、やっぱりちょっと前とは車間開けた方が安心して走れますね。これがね、ロードとの違いですよね。ロードはね、やっぱ楽に走るのが、いかに近づけるか。ドラフティング効果を得るかってことなんですけど、もうこれね、ドラフティング効果なくても、すごいね、そこより楽なんで、やったらこう安心して走れる。ちょっと車間開けて、で、路面しっかり見ながら。これあれですね、気づいたら重たいギアになってますね。そう。ね。だから、いかに楽かっていう。そういうことですよね。止まった時びっくりしました、さっき。次の発進が無理なぐらい重たかったんで。ああ、そうそうそう。ね、気づいたね。気づいたらすごい重たい気が踏んでるんですよ。で、それだけ速度乗っとうってことですよね。そうですね。終わりまーす。これロードよりこっちの方がええんちゃいます？楽やな。ね、本番前に知れてよかったですね、これ。ぶっつけ本番は怖かったな。ね、これでいった方が絶対有利にことを進めれそうな。ランに生きてきそうやね。ですよね。あっちまで終わりますよ、80キロ。あっという間やな、あっちまで。これ中に。はい。さあ、到着しました。はい。どうでしたか？ちょっとずつ自分のポジションが見つかってきて、うん、これね、ここ持たなあかん思ってたんですよ、僕。この辺の方が楽でした。客観的に見てどうでした、僕の。TT ポジションのやる効果考えると、もうちょっと下げて目線だけ上げるっていう方が、はあ、体の負担が楽やし、空気抵抗も絶対に、ほう、これロードでもいきそうですよね。そうやね、ロードでもちょっとこう下げて目だけこう前見るみたいなことはできそうですよね。はい、TT ってもうとにかく風を避けて速く走るもんと思ったけど、はい、まあ、今のぐらいだったらもう本当ただただ快適、そうで快適やのにギアが重たなっとんすよ。ああ、じゃあそれだけスピードもちゃんと出てるってことで。止まるときに軽くしとかんと次発進できないぐらい重かったっす。へえ。あ、ちょっと軽いなって上げたらそれぐらいまで行ってたんで。はい、軽く来たけど意外とスピードも出てる。35キロぐらい出てたんちゃいます？で、俺幅をちょっと今広げたんですけど、肩がめっちゃ楽。ああ、そうそうそう。この肩周りが。あと多分この胸周りとかも広がってくるんで、はい、もしかしたら呼吸とかも楽になるかもしれないし。ああ。もうそこ一つでもそんなに変わってくるんですね。だからもうほんまに1センチ2センチ前後ろ横、うん、全然感覚変わってくるんで。ああ、深いなぁ、ね。いやいいっすいいっす、ほんと。僕も常識が変わりました、うん、TT っていう常識が。
さあ、お二人が乗っている自転車ね、ちょっと詳しく聞いてみたいと思います。はい、まず、涼介さんが乗っているこの自転車の名前は、シープのバイパー。バイパー。バイパー。はい。どういう特徴があるんですか？まあ、シープはトライアスロン専用ブランドなんですけど、はいはい、でバイパーは一番巡航性がいい、どっちかというとフラット的なコースで、うん、距離的にはミドルロングのがいいと、はい、まあ、よくTTバイクとトライアスロンバイク一緒にされる、はい、多いんですけど、TT は40キロ、50キロ、自転車走って終わりっていう競技なんで、はい、うん、やっぱり加速で行くのは TT バイク、うん、でトライアスロンはその後にランがあるので、はい、でこれはどちらかというと加速性のバイクに比べると若干踏み出しを多く感じるけども、高速域乗ったら楽に走れるバイク。ああ、もう一応スピード乗ると、はい、もう楽にスーッと進んでくれると。もちろんフレーム形状は風洞実験して空気抵抗少ない形状にしてるんですけども、はい、もっと大事なのはライディングポジションなんですよ。ポジションが、はい、どれだけ空気抵抗低い、抑えられるポジションを取れるかっていう設計にこれはしてます。乗ってみていかがでしたか？いや、めちゃくちゃ快適で、かつやっぱりスピード出たら、うん、もう勝手に進んでくれるんで、快適、楽に速く走れる。そうですね。こちらね、刀になりまして、はい、バイパーよりも巡航機能は若干落ちるけども、加速がいいバイパーなんで、国内レースを中心にオリンピックディスタンス、それからミドルディスタンスを中心に考えられるんであれば、刀がある意味オールラウンドでいいわ。この刀っていう名前も田中さんが作られたんですか？刀はね、2008年にアイアマのオフィシャルバイクになって海外に行くときにやっぱり日本の名前を使いたいというので、当時のフレームのデザインがダウンチューブがもう刀のようにシャープだった日照機のデザインで、フレーム全面にやって、はい、真ん中に刀と環境入れたんです、うん、これはもう欧米でものすごい人気になりまして、でもう一つシーポっていうのはサムライって海外で言われて、はい、サムライ刀、うん、で僕は海外の名前はジョーと言われてるんですけど、はい、海外では、サムライジョーと呼ばれてます。はい、僕シーポの自転車乗って負けたら、はい、切りつけられたりしませんか？いや、自分で、はい、これで切腹してください。立ち悪いですよ、サムライに総長に立ち悪いっすわ団長に団長に立ち悪いっすわ今日。はい、だからその覚悟を持って今日はレースに挑んでください。負けないで頑張ってください。はい、これはもうえらいもん背負わされましたよ。そうよ、シープ背負ってますからね。シープ背負って、はい、いいですか？いけます、大丈夫です。よーい、スタート。うわー、ガチ勝負始まってしまった。あー、シート乗って負けないんだろうな。で、この橋 U ターンです。この橋 U ターン、橋を U ターンして、ここの技術結構大事だな、これ。はい、立ち上がり、はい、立ち上がり、立ち上がりも結構いいんですよ、この自転車。ただでも、なんといっても速度が乗った時のこの巡航維持、頑張れ。負けたら切腹やからな。きついです。もうシンプルにきついです。
シンプルに気づいた。あと、あの U ターンが、いかにうまくっていうとこありますね。うん、ゼロぐらいまで行って、時速がゼロスタートじゃないですか。はい、しんどかった、そう。だから、もう一回そこから加速するのがしんどいですね。続いて、団長のタイムトライアル。3秒前。3、2、1、スタートますよ。余裕？え、余裕やったん？いや、めっちゃ息切れてますよ。余裕ちゃうよ。しんどい。しんどい。シンプルにしんどいじゃん、この距離。最後、間違えて変速をピッと押してもうて、軽くなっちゃった。あるっすね、この慣れてない変速あるある。ああ軽かったと思って、あれもったいなかった。結果発表ー、これ負けた方が琵琶湖スイムで横断。横断、はい、してから琵琶市ね、からの琵琶市、はい、それ今度のトライアスロンにしんどいじゃないですか。ですね。まあでも僕まだ分からないでしょ、正直。余裕で勝ってると思う。ゴールで余裕って言ってましたもん。言った僕っす。あー、山さん言ってたんすか。ほら、もうより信憑性あるやん。まあまあ、でも聞きましょう。以上聞きましょうか。以上聞きましょう。では、まずは藤本くんから。はい、お願いします。2分。2分。3秒。3秒。8、2。うん。まあ、参考タイムがないから分からん。俺も分からん。まあでも、1キロやったら時速40で行って1分30なんです、ね。はい。で、まあ、200プラスされてるんで、まあ、で、30、U ターンも入ってるんで、5、6ぐらい。早い。でも、途中止まってますから、ゼロスタートまで行ってますから、それ考えると悪くはないと思う。U ターンもあるからね。ね、うん。では、はい、団長。はい。まず、踏んだいから行きます。はい。1分。負けた負けた負けた !51 秒63! めっちゃ早いじゃないですか。じゃあ、せめてそこは2分台にしてくれんと、結果発表もんないじゃないですか。そんな本気出したらあかんすよ。後半の伸び全然違う。最後、聞いたんですか？ダンシングですか？それともこのまま突っ切るんですか？あのまま、あのまま。いや、それがわからんくて迷ったんですよ。ダンシングかあれで迷ったんで、十何秒ありますよ。ちょっとすいません。痛い痛い。何それ？団長とロケ行くと暴力振るわれる。いや、楽しいね。楽しいですよ。TT バイクの楽しみ方がわかりました。トライアスロンしない方でも一回 TT 乗ってみていただいてもいいかもしれない。楽しいです、本当に。こういう場所見つけて、うん、ね、対決したり走ってみるだけでも、うん、いいと単純に乗り物として楽しい。団長はやっぱり TT バイク乗らず嫌いだったんですけど、はい、今日乗ってもらってすごいこうワクワク感感じてもらったんで、はい、
これでレース行くっていうのはすごい大事だと思うんですよね、はい、だからここからもう少し乗ってもらって、はい、さらにこう追求してレースに挑んでもらいたい、はい、まだ数日があるんで、うん、はい、練習して進化した姿を皆さんに見せられたらなと思います。10月1日レイくんビワトライアスロン6時半スタートです。皆さん応援待ってます。藤本も会場に応援に行くんで、皆さんもぜひ男女の園に来てください。山本涼介も、レジェンドチーム招待チームでランパートで走ります。待ってるよ、はい、みんな見に来て、会いに来て。